はいどうも、水谷です。シュシュ、今日の動画なんだけれども、昨日児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された渡辺誠について、で続々と、テレビや新聞から新たな情報が出てきてます。でその話をねしていきたいと、思って、でこの動画を、撮りました。で例えばね、こうフジテレビによると、誠のスマホからは別の女性から送られた裸の写真があったらしい。でこれはね、誠が1月22日に警察署へ出頭した際、警察にスマホを提出したんだけれども、で被害者の画像はすべて削除されていたというね、話だった。で警察は、誠と被害者のスマホを解析して、で画像のやり取りがあったことを裏付けたんだけれども、そこで、新たに出てきたのが別の女性から送られてきた裸の画像だった。でこれはね、警察もね、こんなのが出てきたら余罪についてで本気で詰めるだろうね。でひょっとしたらね、再逮捕も十分にこれありえるやつとなるとね、で誠の婚約者のズーミンが心配にねなる。でスポーツ紙によると、昨日の朝ズーミンの目の前で逮捕されたらしいので、まあ、逮捕ってどんな感じなのかっていうのをね、多分知らない人も多いから、まあ、軽くちょっと説明すると、まずね、こう警察が逮捕するときって大体ね、こう家に朝刑事が来るのよ。で7時半とか8時とかね。で刑事はね、そう逮捕する前に内偵捜査って言って、1週間とか家の前で張り込んで、その人のね生活リズムを調べる。だからこの人は大体朝何時ぐらいに起きて、で何時ぐらいに家を出てって、で何時ぐらいに帰ってくるのかっていうのとかも調べるんだよね。でそこで家にいそうな時間帯っていうのを把握して、で刑事はね家に行く。で大体ね、学校の、登校前やで出勤前が多いです。でインターホン鳴らしてドア開けると、刑事が5人ぐらい立ってて、いきなりこう家宅捜索令状っていうのをね、玄関の前で見せられるんだよ。で家宅捜索令状っていうのは、まあ、何なのかっていうと、これは裁判所が、まあ、その人のお家を調べていいんだよっていう許可を出したってね、書類です。でこれがあると、警察はですね、家宅捜索といって家の中に入っていろいろと調べることができる。でまあこれね、見せられると、まあ、拒否っていうのはできないんですよ。なんで、まあ、警察もダーって家の中に入ってきて、で一斉にこう家宅捜索を始めるわけで、まあ、そこで誠はスマホやパソコンが押収された。で家宅捜索が一通り終わって、で部屋の中でね、誠と刑事たちがいて、でそこで逮捕令状をパッでこう見せられて、で手錠をかけられるわけなんだけど、で家からこう出るときは手首のところにはね布が巻かれる。でなんでね、布が巻かれるのかっていうと、これ、逮捕で、まあ、手錠がかけられた状態で人をね外にこう連れ回すと、まあ、人権侵害になるんですよ。なんで人権侵害にならないようにね、ちゃんと布で巻いてあげて、で他からはわからないように、まあ、するんだよ。でも大体ね、はたから見たらね、もうわかるんだけどね。で、まあそのままね、こう警察のね、車に乗せられて、で、警察署に、まあ、連れて行かれる。で、警察署のこう中にこう連れて行かれると、まあまずね、その留置係と、まあ、いうところがあるんですよ。で、まあ留置係っていうのは簡単に言えば、まあ留置所のこうところだね。で、まあ警察がその逮捕した人のことを、とどめておく施設なんだけれども、まあ、留置係というのがある。でまあそこに行ってですね、まあ簡単に言えば指紋取ったりとか、であと、体のこう中に何か隠してないかっていう、まあ、チェックもするわけで、その時に、まあ、お尻の穴をね、そう留置係の担当者の人に見せて、で自分はこう何も隠してないよっていうのをね示さなければいけないんですよ。まあ、誠にとって、まあ、これが一番ね、精神的にきついと思うし、屈辱になっちゃうね。だから、誠がね、被害者に対して、クパーしてって、ね、やったこと、言ったことね。で、それは自分がね、今度は警察署で、警察官の前で、クパーをしなければいけないということに、まあ、なっちゃうんですよ。で、まあ、それからですね、まあ、そう、取り調べがあったりとか、まあ、するんだけれども、まあ、誠の場合はね、ねえ、まあ俺誠の家なんだけど、自転車で10分ぐらいの、ところにあるから、
まあ多分ね、管轄の警察署って同じだ、管轄じゃないや、真琴の家のね、最寄りの警察署って多分俺同じなんだよ。で、多分ね、そこに一旦行って、で、それから、赤坂署っていうところ。で、赤坂署っていうのは、事件を管轄してるところの警察署だね。に行って、で、それから、まあ、拘留されてるのは湾岸署ということで、ね、まあ、湾岸署に移送されたと。で、まあ、今日ね、渡辺真琴、送検されたみたいです。まあ、送検っていうのは何なのかっていうのを軽く説明すると、まあ、逮捕したらそのままこうずっとねこう警察の中にいるわけではなくて、まあその送検といって一回ねその48時間以内、逮捕してから48時間以内にね警察はね検察に一度送らなきゃいけないんですよ。で検察に送って、でその検事とまあその対面するということです。でまあ対面して、でいろいろこう事情を聞かれるということですね。まあそこで、まあ検事とかがね、いやまあこの人は、裁判所に、まあ勾留延長、ね、要するに、そう、逮捕拘束を延長する手続きを取るべきか、それとも、いやこの人は、まあ取らなくていいよねっていうのを判断するというような感じですね。で、まあ大体ね、明日あたりに、まあ渡辺真琴は多分裁判所の方に行くんだと思うんだよね。で裁判所の方に行って、で何を受けるかというと、まあ簡単に言えば裁判官と会って、であなたのことを、そうね、真琴のことをまあその10日間、ね、最大10日間まあその逮捕延長するかどうかを決めるってことだね。だからまあそれがですね、勾留延長手続きというのであって、まあ多分渡辺真琴はまあ10日間はまあ確実にまああの勾留延長手続き取られて、で、留置、されると思います。で、まあ、なんだかんだね、なんか渡辺真琴の懸念点っていうのが何なのかというと、まあこれ警察がね、余罪について本気で詰めているということもあって、で、かなりですね、これ厳格に捜査、してると思います。なんで、まあ、ひょっとしたらだけれども、まあ、スマホから別の女性の裸がこう出てきたってことは、まあかなり、ね、厳密に、渡辺真琴の、まあ、その LINE とか、あと SNS であったりとか、あと、ね、カカオトーク、まあ、この辺の、ね、やり取りについて、まあ、取り調べの時に詰めると思います。なんで、ひょっとしたらだけど、再逮捕もなきにしもあらずかなと。で、まあ、渡辺真琴なんだけど、多分このままね、被害者が一人だと、まあ、罰金で出てくると思う。でまあ、罰金も確かね、児童ポルノ禁止法違反って、渡辺真琴の場合製造だから300万以下の罰金だから、多分まあ初犯だと大体まあ100から150ぐらいだと思うんだよね。でもこれね、被害者の数がまあ増えれば増えるほど、まあ、ちょっとね、そう重たくなることもあるから、まあ、下手すりゃ被害者が何人か出てきたら、まあ、その執行猶予判決とか、まあ、あの出てもおかしくはないかなというような感じになってる。で、まあ、今後のね、こう渡辺真琴の動きなんだけれども、まあ多分ですね、10日間勾留延長手続き打たれて、まあ、10日間勾留延長されると思います。で、まあ、その後はね、どうなるかわからない。ただね、まあ、こうやって渡辺真琴が証拠隠滅を図ったりとかしてる現状だと、まあ、警察の捜査って多分ね、渡辺真琴を逮捕して十何日じゃ終わらないと思うんだよね。なんで、まあ、丸々だから、まあ、20日ね、23日か、打たれるんじゃないかなと、僕は思っていて、で、まあ、23日打たれて、で、ワンチャンね、起訴もね、なきにしもあらず案件かなと、思ってしまいます。まあ、だから、渡辺真琴は、まあね、弁護士が来てから、まあね、話すということだったんで、まあね、逮捕されて、1回目はですね、当番弁護士というのが、来るんですよ。そういう制度があるんですよ。で、まあそこでね、まあ、弁護士から、まあその容疑者のね、防御戦術みたいなのをいろいろまあ聞くことができるんだけれども、まあそこから真琴自身が、まあその弁護士を雇ったかどうかは、まあ現状わからない。もしね、弁護士を雇ったのであれば、被害者の女の子と、まあ示談の方向に持っていこうっていうような、まあ、考えは出てくるだろうし、まあ示談がもし成立をすればね、まあ、罪は多少なりともね、情状酌量の余地があるということで、まあ、軽くなるから、まあ、真琴からすればね、
まあ、ズーミンのこととかも考えて、なんとか被害者と示談に持っていきたいっていうような、まあ、方針だろうね。で、被害者の女の子がね、まあ、示談に応じるかどうかっていうのはこれはわからない。まあ、多分僕は、まあ、示談に応じないんじゃないかなとはね、思ってはいるんだけれども、ここまで来るとね。なんで、まあ、誠からしたらね、もうかなりこれは厳しい結果になると思います。はい。ということで、まあ、誠の件なんだけれどもね、続々といろんなね、メディアが報じてる。で、まあ、これからね、本当に1ヶ月ぐらいは、いろんな情報が誠の件について出てくるんじゃないかな、と思います。ということで、まあ、誠の件ね、まあ、僕、あと10本ぐらい動画出したいなと思ってるんで、やりたいなと。ということで、皆さん応援してくださいということで、ね、本日の動画なんですけれども、もし、この動画を見ていいと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、ニズニャンでした。じゃあね。